なぜ東洋医学の本で、このなんかゲームボーイみたいな、ゲームボーイっていうのは分かんないけど、なんかなんだっけ、よく分かんない、こういうゲームみたいな機械があるかっていうと、これボスのドクターリズム110っていう、110っていう、まあボスのドクターリズムっていうやつなんだけど、これ中学1年の冬休みかな、お年玉で買ったんだよね。もう40年前だよね、約ね。40年前に買ったんだけど、まあ俺が12歳の時だから40年前だよね。で、これ、俺、子供の頃、いとこのお兄ちゃんやお姉ちゃんの家で、大人の音楽っていうか、年上の音楽聞くのが楽しくてしょうがなかったんだけど、まあ小学生の頃は五大悟とか、お姉ちゃんの家で五大悟とか聞かせてもらったりとか、あと中学校になったら、いとこのお兄ちゃんの家で、なんだ、 YMO とかさだまさし、 YMO がね、これみんなが今まで使ってた楽器じゃないなって思う。シンセサイザーってなんだって思ったんだけど、シンセサイザー買いに行くべって言って楽器屋に走ったら手の届く値段じゃなかったんだよね。で、これドラムのパターンが組める楽器なんだよ。ドラムマシン、リズムボックスとか言ってさ。で、そう、それでお年玉でね、1万3000円ぐらいで買えたんだよね、当時ね。で、最初に買った楽器らしきものっていうかさ、で、これでドラムのパターンを組んでたんだな。それで、組んでるうちにドラムが叩けるよう、まあ、基本的な8ビートみたいなのが叩けるようになって、で、まあ、その後、まあ、ロックンロールバンドのドラムに借り出されたこともあったんだけど、まあそのこういう電子楽器、ドラムのパターン組む楽器が一番手が届く範囲だった、中学生のお年玉のお小遣いの範疇でね。で、まあこれ懐かしいんだけど、もう回路が焼け切っててそれでもう使えないんだけど、修理してくれる人がいれば嬉しいなと思ってます。当時ドラムマシンを買うっていうのは、まあそういう電子楽器好きの少年ぐらいしかいなかったんだけどまあ買った人たくさんいると思うよ。で、バスドラム、スネアドラム、ハイハットの開いたやつ、閉めたやつ、これでシンバル、ハンドクラップってバンとこう叩く手拍子ね。で、アクセントっていうのがあるんだけど、このアクセントっていうのが意外と使えてて、ここにアクセントのメモリがあるんだけど、つまみがあるんだけど、アクセント、各楽器の、各パーツの音に足してもいいんだけど、鳴ってないところにアクセントを打ち込んでて、で、急にグッとこうやったりすると、一回鳴らした音の残像音が出たりするんだよね。まあ、いわゆるディレイっていうか、エコーみたいなのがね、パン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 っていうね、そういう使い方もできてたし、まあこれ意外と本当は修理したいっていうね。で、バランス、これ右左で、テンポもこう意外とアバウトなんだよね。 BPM 何百じゃなくてグワーンと可変できるんだよね。で、これボリューム、まあシンプルなもんなんだけど、これを結構使い倒してたんだな、子供の頃な。子供の頃っていうか中学生の頃。ドクターならなんで110番じゃない、119番じゃないのかっていう、110番なんだっていうのはよくわかんないけど、海外じゃ911って言って911らしいから、救急車ってさ、ドクターな、なんで110なのかはわかんない。まあそれで最近はもうこのこっち側でメロディーもつけられるシーケンさんっていうのでパターン組んでんだけど、まあこれで培ったっていうか、これで覚えた打ち込み
ていうか、そのプログラミングのあれがかなりベースになってんだな俺のな。でまあ生楽器もできないことはないんだけど、そんなに上手じゃないよね。でまあグラフィックって書いてるね。ちょっと近づいてみてください。グラフィックって書いてて、ここにここ見える5番っていうか、こう将棋とか5番とかこうチェスとかさ、そういうふうにこうあの5番の目に分かれてて、こことこことここに打ち込めば、あの各音をね、各ドラムの音を、ここにバスドラがあって、ここにスネアがあってみたいな感じで打ち込んでいくから、目で見えるから、俺が楽譜読めないからすごく助かったんだよね。でまあグラフィカルにあのリズムパターンが見えるっていうかさ。で俺そういう幼少期というか少年期を育ったから、あのリズムとかあの音程とか目で見えるような感じ、錯覚なのかもしれないけど、そういうとこがあったの。それでこのあの任天堂みたいな任天堂、俺テレビゲームはできないから、あのまあこういうのは持ってるんだけど、まあみんなだってプレステとか持ってるよね。だからまああんまり値段的には変わらないんだな。でこのボスの親会社がローランドっていうんだ。でまあ有名ホストでローランドさんってのがいるらしいけど、あの俺はフェラーリとか乗るお金は全くないっていうね、みんなの持ってるあのプレイステーションぐらいの値段のもんだから、あんまりあの高いもんではないんだな。あのフェラーリではない、これはね。フェラーリに乗るお金はないっていう。で、そんなお金は稼いでないんだな。で、このヤマハの QY100 っていうね、これ、QY100 であのパターンを組んで、サンプラーに食わしてんだけど、食べさせて、で、この中で加工したりとかできるから、意外と楽しいというか、あのだんだんあの最近の若い人が作ってる、そういうビートメーカーが作ってる音楽の作り方が分かってきたっていう。でThank you.
なドラムを叩ける人っていうのは実はだいぶ上手な人じゃなきゃダメなんだよ。俺はドラムでこれはこのパターン叩けないんだけど、ドラムマシンがドラムマシンやシーケンサーがあったらできるんだけど、こういうパターンを組むのが得意っていうか好きな作業ではあるんです。この前のレゲエ風のこれの三味線の音が意外と似たようなパターンがあったんで、今度は琴に変えたんだな、変更したんだ。2つのビートを今同時進行で組み立ててます。